はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。今回はですね、ついに実装されました、待ちに待ちました天守ティガレックスでございます。ですね、まあメンテ後から2時間ぐらいかなで全然プレイしてないんですけども、初見プレイということでね、やっていこうと思います。で、画像とかを考えるに、あとはまあ原種の方のね、原種というかまあ G 級の方のね、やつを見る限り、まあ毒も効きそうなんで、とりあえず毒変撃の装備でね、最近ハマってる毒変撃表公開のこの装備で行きたいかなと思います。支援のクエストに行きましょうかね。もう早速、であとなんだっけ、止血玉、これね、これがなんか出血やられがね、新しく追加されたらしくて、それに必要みたいなのでね、これは普通に総合ショップで G ゼニーで買えますので、ぜひぜひ皆さん持って行ってみてください。ということでレッツゴー。さあ、初期位置はいつもの5番ということでね、うわー、あれどうする、あれなんかやばいんだけど、腕だよね多分ね、腕、まあ、転移武器でとりあえず来てるからなんとかなるだろうけど、腕なんでしょ。よいしょ。うお、なんか斬撃みたいに出てなかった今、なんか何なんかすげえんだけど、これ絶対吠えるべ、吠えるんだろ、吠える、知ってる、これ超耳じゃ、あ、オッケー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 、耳栓じゃないのね、オッケー了解です。ふん、うわー、すげえすげえ、かっけえ、何これ、うわ、待って、斬撃飛ばしてる、やっぱこいつソニックブーム飛ばしてきやがる、やばいんだけど、ソニックブームだこれ、マジモンのソニックブームなんだけど、いてててて、あ、でも攻撃力はそこまで大したことなさそうだな。よし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 、うわー、すげえ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 、エフェクトがいちいちかっけえ、なんだだ、おお、はいはいはい、あ、毒なったね、やっぱなるね、いいねいいねいいね、毒なるのいいな、毒変撃でいけるならこの装備でずっと回りたいな僕やっぱり固定ダメージ、あ、いいね、あ、ひるむひるむ、全然いける、あ、全然いけそうな気がしてきたぞ、あ、いけそういけそういけそう、スッと来てからの、んそこだけね、オッケーオッケーオッケー、横のタックルだけな、ドスンからの、うおー、飛ばしてる飛ばしてる、めっちゃ飛ばしてるじゃんけ、めっちゃ飛ばしてんじゃん、いいねいいねいいね、いいと思うよ、いいのよいいよ、そういうのかっこいい、中二病に溢れてるよ、中二病溢れる、そういうのいいと思う。で、尻尾もちゃんとなるべく狙っていこうかな、まあ、とりあえずは、まあでも、あ、とりあえず手だな、とりあえず手壊して、この後ろの段階にはいかないようにしっかりやっとかないと、よいしょ、うん、でもまあ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 、お、当てた、おお、お、早い早いな早いな、ちょっと、うん、うんってなっちゃうね、これね、この速さだと早すぎて、おってなる、あー、尻尾にも判定あるのね、了解了解、ダメージはそこまでないな、これカリコ入れてれば多分結構余裕そうな感じが、まあでもね、やっぱり初期の4体よりは全然ね、天守楽だと思うので、初期4体が頭おかしかっただけだけど、よいしょ、あ、プーギーサンキューサンキューサンキュー、あ、出た、出血やられ、これじゃね、待って、いて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 、出血やられだよねこれね、あ、結構ダメージすごい、あ、で、あ、早い、止血玉こんななんだ、すげえ、消臭玉的な感じで使うのね、範囲もできる感じか、範囲だよね今のね、だとするならばかなり結構いいな、今のいいな、結構いいな、そうか、じゃあ止血玉をやってくれる人よ、やってくれる要因ってのも用意しとけば、まあ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 、でもまあダメージ食らわなきゃいいんだろうけどね、ダメージ食らわなければ大丈夫なんだろうけど、ほい、やっと、これ止血どの攻撃で来るんだろう、斬撃に当たったらなのかな、やっぱりこの斬撃に当たったら止血やられが、いや、出血やられたわ、出血になっちゃうからってことでいいんだろうか、おそらく多分そういうことだよね、よいしょ、あー、なんか2連できてなかった、今なんか2連っぽかったな、怖いんだけど、この段階ではならないのね、はいはいはい、多分ガーッと、あだ、うわ、ここ、あ、耳だ、やっぱ、うわ、耳やっぱ来んだな、だ、いや、だって武器が耳栓強化だもんね、それはまあ来るかなと思ったけど、おお、あ、前になんか波を飛ばして、で、砂の波からの斬撃な、あ、こけるこける、あ、全然こける、でもこいつもなんかスタンドがやりやすそうだね、これね、これ見る限りは、まあでも腕でこけるのはすげえいいな、あー、まひるまひる、素晴らしい素晴らしい、そのためのラスターパートナーだよ、そのための、いいね、いいんじゃないですか。さあ、爪がどれくらいで、あれもう壊れてる、これ、あ、これ爪壊れてんな、あ、いってるね、あ、ほんと、あ、分かった、壊れてる、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、壊れてんじゃん、いいね、向こう側も行ってる、これ両方やんないといけないパターンじゃないの、いつもので、ガバーッと、おーおーおー、捕食とかはあるんだろうか、こっちも壊れてるかな、こっちも壊れてるね、こっちも壊れてる、な、壊れてる、る、あ、あ、出た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 、これがその攻撃か、なるほどね、こっちも壊れてるっぽいね、よし、あと尻尾狙ってこう、いいじゃん、楽ちんじゃん、
すげえ、あの、いや、チガの片手剣がマジでさ、ダードと銀腕を超えるね、あの、久々の 無属性片手剣なんで、進化があったけど、進化はまた違うんでね、あの、また別次元ということでね、それに次ぐ、ね、武器としてはやっぱりこれ強いかなと、てかめちゃめちゃ強いんでね、いや、もう欲しかったんですよ、無属性片手剣がどれだけ強いかね。あっち行くんだ。へえ、1番の方ね。あそこで、いや、でも狭いとこやだな。あ、待って、違う。1番じゃねえ。2番か。戻り玉で戻ろう。2番行くね。へえ、2番行くんだ。まあ、広いところなら全然いいわ。狭いところで戦うのはやっぱり嫌だよね。こういうティガとかの方向転換する系の敵はやっぱ狭いところ嫌ですよ。さあ、来ました。頭の破壊とかもありそうだけどな。じゃがいも危ねえな、てめえ、じゃがいも飛ばしてきやがって。ちょっと天雷回収しておこうかな。あ、ダメだわ。くるってくる。くるってなる。なんないのね。くるってなんないのね。オッケーオッケーオッケー。毒の時間やっぱ短いな。1分間なんだよね、確かね。確か1分間。ドン！よし。頭素材とかもあるでしょ、これ。あ、壊れた。あ、今壊れたな、これ。頭いったね。あ、いってる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 。ラッキー。これ斬撃が来てるけど、出血やられ。出血やられ全然でも来ないな。なんかそんなに頻発して撃ってくる。というか、当たってるわけではないんだな。出血やられの攻撃、多分でもこれやっぱソニックブームだと思うんだよね。ドーンと来て、尻尾攻撃した。尻尾、あ、いいねいいね。あ、なんか意外とこの何来るね、この何あのゆったりタイムがあるね。あー、今の当たるの。今こう普通に回避できたと思ったんだけどな。でこの後は確定でこのゆったりタイムね。オッケーオッケーオッケー。ぐるっと来て、あー、そこにも入ってくるのか。ほう、なるほど。でこのゆったりタイムが入ると、オッケーオッケー。硬いな、すげえ硬いな。これ背中破壊とかもあんのかな。それだとしたらやだな。オッケー、尻尾切れた。あー、いけるいける、尻尾切れんじゃん。撃っちゃおう。イエイ、ダーン、オッケー。背中破壊もなんかありそうな。いや、でもさすがにそれはないかな。いいよいいよいいよ、いい感じいい感じ。よいしょ、武器の力落ちてきた。ちょっと解いちゃおっかな。あ、これやばいか。あ、大丈夫だ。よし、ちょっとじゃあ尻尾の素材どんなのか見てみよう。ワンチャンできないかもしれないから。あ、うわー、なんかまた、何この尻尾。逃げるね逃げるね。どっちに逃げるか。でも普段だとどこだっけ、こいつ。ティガレックスティガレックス逃がしたことないからよくわかんねえな。お前、歩くの、普通に歩く。あ、待って、どっち行くんだ。もうこれ知らない や, いやとりあえず競争薬グレート飲んで3番ね。3番行って3番なのか。違うね。3番じゃない、7番。7番、いや9番行く。これまさかの、まさかの9番行っちゃう。やめてよ。7番で OK。 7番にいて、7番にいてくれ。俺んとこに来い。うおー、やっぱりあそこだ。しょうがないな、しょうがない。やっぱ9番行くか。いやー、これ戻り玉もってあれだな、残しておいた方がいいな。5番で逃がして、結構移動するねこれね。なかなかめんどくさいぐらい移動するな。と考えると、まあ、5からの1、2でちゃんと順を追って行った方がいいな。1、2でね。でそこで戻り玉使って、ベースキャンプからね、5番に降りてみたいな感じでやるといいかな。もし逃げるんだとしたらね、逃げるルート的にやっぱこれっぽいね。あ、寝てる寝てる。かわいいか、かわいいって言ったものの全然かわいくはないわ。わー、舌出して寝てる、てへぺろ。オッケー、いや、いけるいける。いやー、これはありがてえ。これはカリコ使って回ろうかな。まだね、無料カリコね、使ってない方はぜひぜひ使ってみてください。僕もガンガン今日はね使って回ろうと思いますので。いいねこれは。レジェンドラストに任せておけばすぐ終わりそう。いやー、これはいいな。いや、でも毒変撃なかなか効いてたのかな。どうなんだろう。ちょっと他の装備でもやってみてね、毒変撃がどれぐらい効いてたのかってのはそれで多分わかると思うのでね、やってみようかなと思います。ということで、ティガレックスこんな感じでした。正直結構楽にいけるモンスターかなと思いますので、ぜひぜひ、正直片手剣は特にやばいです。武器の中で片手剣は特にやばい。無属性片手強化のシジルがあるものなのでね、あれを入れてあげれば火力 1.1 倍ということでね、正直めちゃめちゃ強いと思いますので、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。こんな感じですね。これが曲詰め、これだね、曲層。これが一応
ね、部位破壊、発達部位の素材になりますね。ということで今回はこんな感じでありがとうございました。生放送やら動画やらよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。